優秀な学生に投資をするというプロジェクトを始めたいと。この発言をきっかけに選ばれた学生投資家集団ケースケマフィア。その彼らに、本田さん、価格はどう見てるんですか？基本的には起業家の言い値に沿って投資することにはなるんですけど、どう打開するかも投資家の腕なので、優秀な人の中でも本当にすごい人っていうのを見極める力があると思ってるんで、例えばピーター・ティールとかバフェットとかはその部類に入るのかなと僕は思ってますし、本田圭佑が投資家スキルセットを叩き込む。どうやってそのスキルとか投資がみたいな磨いていったんですか？特に1、2年目、3年目なんて1日7件、8件聞いてたことあったんで、ピッチをね、もう分からん時最初投資もするしかないかなみたいな感じで、もうまさに今日もみんなゴールド上げた感覚ですよね。もうゴールド、ゴールド、ゴールドみたいな偉大なボスからの提言に若きマフィアたちは、若い力の可能性を本当に信じてるっていうのは今日の言葉の数々からも見て取れたので、エビデンスとかトレンドとか以上に本当にユーザーの声とかを重視してものを作っていくのって大事なんだなと思いました。人を見る目っていうのが非常にこう印象的でしたね。そして明かされる投資家本田圭佑の野望。みんな忘れてる10年後とかにとんでもないボーナスが入ってくる可能性あるんでえげつないんですよね。リアル投資ドキュメンタリーエンジェルス。さあ、リアル投資ドキュメンタリーエンジェルス、圭佑マフィアとのコラボ会ということになっています。ここからはアフタートークという形になりますけれども、本田さんがですね、立ち上げたこの学生ファンド圭佑マフィア、そして本田さんの前で起業家がピッチをしたということで、本田さん、2組ピッチを見てシルバーという結果でしたけども、改めて今日振り返っていかがですか？僕がね、長くいる分野のピッチだったんですけど、なんかそのスポーツ界でこうどう稼ぐのがいいのかみたいなのって、なんかいい答えがまだ見つかってないなっていうのが、僕自身もそうですし、やっぱ今日の起業家たちのプレゼン見てても、結構限られてるんですよね、なんか稼げるエリアが。例えば放映権とか、結構大変なエリアだなって思いますよね、ああいう話は。どういうふうにマネタイズするのかっていうのはかなり難しいと。難しいですね。広告とかね、そっち側になっちゃったりするんですよね。お金払わないでしょ。だってここにいる皆さん、スポーツにどんだけお金払いますか？全然払わないでしょ。どうですか、どうですか、佐々木さん。観戦に行けば、ね、払いますけど、例えばサッカーの場合ってスタジアムが近くにないんで、やっぱ行かないですよね。そうするとダゾーンに金払うぐらいですかね。はいはいはい、配信サービス。いや、そうなんですよね。それが答えなんですよね。だから毎週毎週ね、アメリカのように必ずスポーツに行く、のシーズンが変わっても、バスケ、アメフト、サッカー、野球みたいな感じで、とにかく年間かけてスポーツを観戦を楽しむっていう文化が日本には、一部の熱狂的なファンもいますけど、全体的にはないんですよね。だからイベント的なものは応援しますよね。だからワールドカップ応援しますよね。でも J リーグは応援しない人多いわけですよ。で、野球もそうです。野球普段見に来ない人が今回何でしたっけ、WBC、はい、始まりますけど、多分これも盛り上がるわけですよ。だからイベントみたいなことがね、すごい好きで、そうなると一極集中になってるんですよね、スポーツどこで稼げるかっていうのが。で、今日2人目のね、そのマッチクラブ的なわけで、かなりきついんですね、裾の下の方のスポーツ界っていうのは。そうか、そういう領域ですと、ですから、その例えば政治から変えるとか、そういうことまで必要になってくるってことですね。そうです。だから結局お金使わないんで、お金をどこから持ってくるのかっていうことを考えないと、そこにイノベーションを起こさないと大きく物事変わらないですよねって話。本田さんにその政治家の打診が来たみたいな話も飛び出してたんで、はい、ちょっと驚きましたけども。でも来るでしょうね。まあ、そうですよね。しょっちゅう来ますよ。たまに来ますみたいな話じゃないけど、もうしょっちゅう来ますよ。どうですか、圭佑マフィアの皆さんは、何かこう学びたいとか、この姿勢を学んでみたいとか、振り返ってみて、今日本田圭佑によって選ばれた投資家の卵、圭佑マフィア。ここからは Q&A を通じて投資家としてのスキルセットを学んでいく。もっとちょっと投資の観点とかに対して具体的に質問したいと思ってたんですけれど、
ニューラルポートに対してのコメントで、メンタルのトラッキングって競合がいっぱいあるっていう観点でおっしゃってたと思うんですけれど、本田さん的に競合っていうのをどういう立ち位置で見てるのかなと聞きたくて、例えばメルカリでしたら競合が存在するところで這い上がっていった、逆に競合がいたからこそ頑張れたみたいな、目の前にいたから、逆にそのブルーオーシャンだと何もないビジネスになんないっていう考え方もあると思うんですけれど、どう考えてるのかお伺いしたいです。どっちでもいいんですよ、競合がいようがいまいがどっちでもよくて、ただ話を聞いた時に、でそしてなんとなく技術的なところが理解できた時に、でチーム全体の実力が見えた時に、競合がたくさんいるエリアでは成長して、イグリッドしていく、で社会に役立つ企業になっていく上で、そこの競争環境で勝つためにいろんなハイスキルがチーム全体として求められてくると思うんです。競合がいくらいようと今全くいないブルーオーシャンでもどっちでもいいんですけど、いざ場合においては当然ながらそこを勝ち抜けるかのジャッジをするっていう視点ですよね。で021のところ、ブルーオーシャンのところを作ってる人たちは競争力というよりは、言ってることが本当に実現できるのかという、そのプロダクトに対する見方とか、それができた時に本当に市場がそれにお金を出してまで手に取るのかみたいな側面で、投資家として判断しますよね。答えになってるかな。いや、すごく参考になります。ありがとうございます。まさにね、こう投資家スキルセットのような、ね、形ですもんね。本田さんからね、こうそういうものも教わって、池田さんとしてはこれからそういう視点でまた、ね、そうですね、成長していきたいです、ね、これまでさまざまな起業家、連続起業家だったり、ある業界でキャリア積んできた方とかに投資されてきたと思うんですけども、こう学生起業家への投資を検討するポイントって何か異なるものがあるんですかね。これか、そうですね、学生起業家からのプレゼンをたくさん聞いてきたわけじゃないので、今後どういうスタンスで聞いていくかっていうのはまだ自分の中ではまだ整理できていないんですけど、普通に募集してきてピッチを全部聞いてたら9割9分が多分ずさんな案件になるので、だからこそここにいるメンバー皆さんがいると思っていますし、そこである程度こうそもそも探せないはずの優秀な人を探すってどうやったらできるのかなっていうところから生まれた、コミュニティではあるので、そこをこうなんか実際僕のところに来た時にはある程度もうめちゃめちゃ面白いっていうことが分かっててっていうのが理想で、あんまりむしろブラックはまずないみたいなっていうイメージですかね、ブラックはまずなしで、それこそちゃんとそういう人を見てほしいっていう、いやなんていうんですかね、だから大学生なんで、基本的には普通に考えたら9割以上はもうブラックからのスタートで、もうどう考えてもブラックやろうと、もう聞いてもブラックやし、それしかないやろっていうところを、まずシルバー以上のところに吸い上げたところから持ってきてもらえるのが、この、コミュニティで実現したいことなんで、なんだったらゴールドスタートを期待してます。おぉ。松坂さん今日ね、2枚ともゴールドでしたもんね。でも今回は、ファーストジャッジっていうところだったので、ちょっと応援も込めてっていうところの評価だったんで、はい、今後裏でいろいろお話聞いて、一緒に考えていくとかってなると、もうちょっとこう、シビアに一緒に考えていきたいなっていうのはあります。僕たちからすると、もちろん投資先を探すっていう目的は、一つあるんですけど、同時に僕たちケースケマフィアに今入ってるメンバーだったりだとか、今後入ってくるメンバーみたいな、こうコミュニティっていう意味でも強いのかなというふうに思ってて、今後のどういう感じでケースケマフィアがでかくなっていくのかみたいな、すごい今話しててワクワクしました。投資家スキルセットってさっき話ありましたけど、投資家に必要なものとして、そういう運っていうか、すごいどでかいヒットさえ一発当てたら、もうそれだけで一生尊敬されるわけですよね。だから、ね、運がでかい仕事かなって気もしますけど、本田さんが考えるその投資家に必要なスキルとかマインドみたいなのってどんなものがあるんですか。いや、もう運の要素は間違いなくあるんですよね、はい、でも運を引き寄せるのも実力なので、って考えると結局運イコール実力だよねっていう見方もできますと、はい、でもいい起業家がいる横には
やっぱそのロールモデルとしてそこに優秀なやつが集まってくる傾向はこの業界だけじゃなくてやっぱサッカー界にもあるし、多分優秀な人、優秀な人に優秀な人っていうのは寄ってくるというか、もしくは卵的な話で言うと、だからやっぱああなりたいからそういうところに卵が集まってくるんで、ほんで優秀であれば優秀な卵なほど本当の A から Z までの優秀な人の中でも本当にすごい人っていうのを見極める力があると思ってるんで、例えばピーター・ティールとかバフェットとかはその部類に入るのかなと僕は思ってますし、もっとマイナーな投資家でも本当にすごい人はすごい人でやっぱいるんだと思うし、どこはこれに集まってくれてもいいんですけど、起業家、本当に優秀な起業家の周りには今のところ優秀な企業が集まる傾向にあるのはもうデータではっきりしてますよね。そこですよね。だからなんかそこをヒントにちょっとこのコミュニティっていうのは それと関係してるわけではないんですけど、まあ、ソーシングする上ではヒントにするポイントがあるかなと思います。ハブのど真ん中っていうか、例えばハーバードならこいつらが面白いとか、今 SFC ならもしかしたらアタカサのゼミが一番面白いかもしれないし、シンガポールならここが面白いかもしれないし、そこのなんかね中心をつく、そして仲良くなってそことね混じり合っていく、そんなスキル大事ですよね。そうですよ ね。AC ミラン在籍時の2016年にケースケエンジェルファンドを立ち上げ、3年後には出資先の幕開けが上場、およそ3億9000万円もの投資益を得たと言われている。現在投資するスタートアップは165社、その投資眼はいかにして磨かれたのか。どれぐらいかな、6年で、まあ、3、4000のピッチ聞いたと思うんですけど、特に1、2年、2年目、3年目なんて1日7件、8件聞いてたことあったんで、ピッチをね、はい、で、わけわからん業界だらけで、もうわからん時の最初投資質問するしかないかなみたいな感じで、もうまさに今日もみんなゴールド上げた感覚ですよね。もうゴールド、ゴールド、ゴールドみたいな。そうなんやったら6年で165社ぐらい投資しちゃってるんですけど、うまくいかない案件もたくさんあるし、実際うまくいってくれてる案件もあって、で、その佐々木さん言ったポイントすごく、まさにミソで、1件の特大ホームランで、投資家としてなんか周りからすごいねとかって言われるわけですよ。それはなんか、しかも未だによくわからへんのに、なんかそんなに言ってもらえるのは、僕としてはまだ投資家歴浅くて、すごく違和感とか新鮮で、サッカーはそんなことなくて、もう運もあるけど、もう、この己のボディで全部結果を叩き出してくるだけなので、投資家の要素はなんか投資してしまったら気づいたらなんか上場するらしいよってとんでもないリターン出てきて、なんか誰のおかげやったら企業家のおかげでほんま僕は入らせてもらってるのみなんで、それやのにそれでリターン出したらすげえ投資家やとか言われて、なんか俺がすごいんか、ただ純に企業家とその社員たちが頑張っただけで俺すげえって言われてめっちゃラッキーみたいな。かなり投資家は運の要素はあるっていうのは間違いないですよね。でもそれを探す上でとか IPO に行く上で PC はめちゃめちゃ企業家のことサポートもしますし、もちろんプロとしてやれることはいっぱいあるなっていうのはこの6年では学んでます。でもまだまだ学び中ですよね。投資するかどうかだけじゃなくて、その金額どう決めてるか知りたいですね。これめちゃくちゃ難しいです。私もいろんな人ピッチして、はいはい、結構めちゃくちゃいい加減な世界でもあるんですよ、このそうか、まあ、シートの世界って額をどうするのか、根拠なくいいねで起業家はこれだとか言ってくるわけですよ、はいはい、だからね、よく分かんない世界なんで。本田さん、価格はどう見てるんですか。まあ、いいねの世界なので、基本的には起業家のいいねに沿って投資することにはなるんですけど、当然ながらそこをどう打開するかも投資家の腕なので、あんまりステージが進んでる会社は当然ながらそれをいじるのが難しいわけですよね。いろんなステークホルダーがも増えちゃってるので、なので特にこの学生投資っていうのは創業これからする、またはもう創業して間もないっていうところで、まだまだいじりようがある。いいねの価格も全然調整できると思うんで、僕投資家にとって魅力的な案件にすることもできるわけですよね。まあ、それはこっちの視点ですけど、でもまあその起業家視点で言うと、
本当に優秀な人はやっぱバリエーションも高いし、バリエーション高いくせにしかもお金がもう集まっちゃってるとか、だからこっち側が交渉をするならそれはそれでもう案件が破断してしまう、だからそれを感じ取れるから、まあ、もうやむを得ないかって言い入れで投資するわけですけど、でその間ですよね。でもめちゃめちゃ調整できるやつは優秀かったら優秀じゃなかったりもするんで、うん、バランスですよね。だから優秀なやつをいじりたいですよね。そしてケイスケマフィアのメンバーたちに発掘すべき起業家のポイントについて語り始めた。これから多分いいのも悪いのも多分見極める、ちょっとずつ見極められるようになってくると思うんであれなんですけど、なんか僕から言うこととしては10倍20倍30倍とかに自分の投資したお金をしたいわけではなくて、どちらかというと本当イノベーション重視で、このサービスが本当世の中をどれぐらい変えるのか、ほんでそれを仮にその世の中が実現した時にリターンで換算したら、いやもう最低でも100倍でうまくいったら1000倍余裕で超えてくるよなみたいな、そういう考え方でジャッジしてもらえると、はい、でそうなるとめっちゃ厳しくなるんですよね、見方が。もう、市場的に小さかったら、いろんな人に、なんか、OK、じゃあ5万人ぐらいの人に使われるかもしれんけど、それ以上広がらへんよね、とかってなっちゃうんで、同情してもこれでおしまいやったら社会的インパクト全然ないよね、世の中特に買えへんよね、みたいな。だから、めっちゃ難しいですよね。でも、マイノリティがいきなり世界的なマジョリティになるっていう、社会の流れもあったりするじゃないですか。小難しいですね、こ、はい、の辺は。やっぱりそうですね、なんか本田さんの話聞いて、やっぱり私たち圧倒的に見てきたピッチの件数とかが少ないので、まだ見る目が疎くてコメントも優しいのかなと思うんで、ぜひ本田さんがに来るピッチに同席させて学ばせていただきたいなとすごい思っております。あ、いいですね。そうですね、今はもう検討してなってあるんで、めっちゃ深く、じゃあぜひよろしくお願いします。もうゴールド出してるやつが2件ぐらいあって、どれくらい金額出そうかっていうのを今悩んでるやつが今あって、ちょっと東南アジアの会社やったりするんで、そこまで今フライトを取ったりして、なんかちょっと弾丸で1泊2泊でちょっとそこ寄って会社見てから金額決めようかなとかと思ってる会社があったりします。起業家との面談に同席を許可。これからケイスケマフィアと成し得たい未来を語る。個人投資を今までケイスケエンジェルファンドでやってきて、ずっと全部僕が 100% ピッチを聞いて投資してきたんですけど、例えばアメリカで案件がなってきたら僕個人で投資できないですよ、コンフリクトがあるんで。でまずドリームアートファンドで投資を検討するんですけど、なんかこれは本当にプレシードまたはドシードの案件で、バリエーションとかももう絶対5ミリオン以下の案件とかのみに投資する特化したものにしていこうと思っていて、これまで自分でやってたものをまさにこのメンバーの人たちに役割を何ですか、バトンタッチしてですね。ほんで僕個人としてはファンドをやっているんで、ファンドの方にもうちょっと時間を割きたいなっていうような思いもあって、その学生をみんな見てられへんよねっていうところからできてる部分もあるんで、時間の比重はですねもうちょっとファンドに向いていったりとかすると思います。個人投資よりは案件としては1ヶ月に1回ぐらいはでも最低にはやりたいなと思ってるんで、年に12件ぐらいはまあやりたいなと思ってます。じゃあまさにこう冒頭にもあった、まあ、世代交代じゃないですけど、それある程度こう、うん、本田さんの役割みたいなところを皆さんにバトンタッチしていくっていう形になるわけですから、今回でもインセンティブがやっぱりこれまで調べたり学生ファンドとかとはあまりにも違うんで、これってだから僕らがメンバーを雇用するみたいな形ではなく、あくまでもコミュニティみたいなものなので、プロフェッショナル契約になると思うんですけど、おそらく、うん、だからやらない人は別に 何にもないし、やる人はもしかしたらとんでもなくっていうだけの話なので、僕らから彼らに指示するような命令体系も組織みたいなものもないですし、あくまでもスキルやってもらってるみたいな、その代わりそうなった時には成功報酬をお渡ししますよみたいな形なので、まあ、10% って本当もうマジとんでもない企業になった時にみんな忘れてる10年後とかにとんでもないボーナスが入ってくる可能性あるんで、えげつないですよね、もし可能性としては。だから横にいる天才を紹介してほしいっていうような一応コミュニティになってるんですよね。そうですね、
本田さん、じゃあ最後にこうケースケマフィアの皆さんにもう一言メッセージをお願いします。良くも悪くもなんか僕のなんか下でいるっていう印象でなんかくすぶってほしくないと思ってるんで、どんどん勝手に個で際立ってビッグになってってほしいなと思ってます。それででも蓋開けたらケースマフィアのメンバーはやっていくことになれば、なんか僕としても誇り高いし、そんなイメージですね。これから本当に我々エンジェルスでも世界一 その起業家生み出すサポートを行っていきたいと思ってますので、本田さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は本田さん、そしてケースケマフィアの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、僕は正直起業家に関しては自分でこう何か事業をやられてっていう時点でリスペクトがあるんですけども、やっぱり本田さんから指摘あったようにファッションだけではやっぱり回らないところで、そこはやっぱりまあプロになるんだったらやっぱり厳しい目で見つつ育成するっていうような立ち回りも今後必要になってくるんだろうなと思ってます。本田さんも今日おっしゃってたんですけれど、利益が出るから投資するだけではないっていう話を聞いていて、まさにそうだなと思って、世の中に対して課題を見つけてそれに対してこれがしたいっていう明確な熱を持っている人で、またそのビジョンが人間にとってすごい良いものである起業家に投資したいなと思っております。ケースケマフィアのメンバーどうですかってこう本田さんに振った時に、才能しかないでしょみたいなコメントをいただいたので、今僕たちのこの経験であったりとか能力っていうのを非常に高く買っていただいてるなと強く痛感したと同時に、まあそれに対する責任であったりだとかっていうのをこう感じる瞬間だったなと思ってます。リアル投資ドキュメンタリーエンジェルス、投資家の本田圭佑さんと起業家の皆さんとの真剣勝負をぜひお楽しみに。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。